おはようございます。速稼塾の久保です。この庭見てください。我が家の庭なんですけども、私最近ね、この庭の松をね、こう切ってるんですよ。上からバンバン落としてるんですよね。で、ここに切ってしまった枝をまとめたものがあったりするんですけども、こう庭もね、立派なんですけども、私がいる間はいいんですけども、私が年を取ったりとかするとね、管理できなくなってくるんではないかなと思うんですよ。これが我が家です。2016年に買ったんですけども、2016年の6月に1回だけこれをね、空き家の状態で見に来たんですよ。で、まあ、その瞬間ね、あ、一戸建ても悪くないなと思って、その次の週に購入したんですよね。あ、それで、あの車ですね、ナイキ2000、こちらにナイト2000ありますね。まあ、こういうふうにね、こう、まあ、私欲しいものって あまりないんですよ。で、こういうふうとね、何言ってんだって言われるかもしれませんけど、本当にないんですよ。で、欲しいなと思ってもあんまり続かないんですよね、その気持ちが。まあ、ですね、この家も欲しい、あ、これいいなと思ったらもう1週間後には購入してるわけなんですよ。で、このナイト2000もせいぜい2ヶ月ぐらいなんですよ、欲しいなと思ったの。で、こういうふうにして、まあ、物欲っていうんですかね、物欲は私正直に生きてるんですけど、物欲に正直にっていうのはもうすぐに所有して、で、所有した瞬間に、今度はね、所有した瞬間に失うことに向かってるっていうことも認識してるんですよ。きっとこの車も私いつか失うと思います。この家もそうですよね。所有した瞬間にどんどん劣化が始まってるんですよ。で、いつかね、人生が終わる時には全てのものをこうこの世にね、捨て去っていかないといけないのかなと思ったら、非常に寂しい気持ちもするんですけど、この寂しさとか切なさもね、なんか愛おしいっていうかね、感慨深いですよね。うん、まあ今日はね、どんなライブをしようかなと思って外を歩いてたんですけども、まあ人生無常かなと、諸行無常かなと、数年前に平和公園で寝泊まりした私がこういうところに住まわしてもらってね、家族までできて、この地域という、その時は想像もしなかったようなところに住んでいるということもありますし、で、得た瞬間に失うことの覚悟っていうのもね、私もしてるわけなんですよ。で、私に必要なものっていうのは自然に多分周りに訪れるでしょうしね、いらないものは大切にしていても離れていくでしょうしね、まあ、全てを受け入れていくしかないかなと思ってるんですよね。まあ、そういう気持ちがきっと今回7月、8月、9月にあった返礼金請求のね、遅配っていう問題にもあまり動じずにやれていたのかなと思いますし、結局ね、なんかね、その自分の体の内側が全てなんですよ。自分の体の外側にあるものっていうのは、言ってみれば無関係のものなんですよね。私たちの精神っていうのは生きてる間は肉体の内側に閉じ込められているんですよ。まあ、ですんで、あまり一つのものにとらわれることはないかなと。あるものはあるし、ないものはないし、まあ、それでいいかなと。で、諸行無常ですからね、ずっとないわけではないし、ずっとあるわけではないし、みたいなことを考えながら今日は暮らしております。さあ、それですね、今日は相場解説もないですし、例のやつのね、返礼金は明日ですね、明日入ります。で、明日ですね、明日というか来月か、来月は私ね、あ、胡蝶蘭なくなっちゃったですね、花が。会社設立のお祝いにもらったものなんですけどもね、枯れてしまいました。来月はね、岐阜の方に行こうかと思います。岐阜の方には私がね、今非常にお世話になっていると言いますか、精神的に、いろいろとね、受け取るものが多い、まあ、ジミーさんという方ね。ジミーさんとは私がナイト2000を買ってトランザムってものを意識した時から、私がね、 YouTube の視聴者としてジミーさん YouTube を発信してらっしゃるんで拝見してたんですけども、もうね、この思いっていうのは募っていくもんね、やっぱりお会いしたいなと思いますしね。
いろいろとこう話したいなと思うわけなんですよね。で、先日はあの静岡の方に同じような思いで、純さんという方のところに会いに行って、その帰りに私肩を怪我したわけなんですよ。その肩の怪我がね、言えないうちに今度ジミーさんのところに行けるなと。人生ってのはこういうふうにね、思ったらそれを実行する、頭の中で思えたら世の中この世界で実現するってことでアクセスすると思うんですよ。先ほど私はね、肉体の中に精神が閉じ込められているって話をしましたけども、閉じ込められた精神を解放するのが唯一実行することなんですよね。例えば ジミーさんに会いたいなと思って頭の中で思った時に、会いに行った時が肉体の中の精神がこの世の中にねアクセスした瞬間だと思いますし、ナイト2000欲しいなと頭の中で思って、トランザム欲しいなと思った時に、自分がトランザムにアクセスできるのはやっぱり購入した時とか所有した時かなと思います。そして同時にですね、所有した瞬間にそれを失うってことへの旅の始まりだってことを強く意識することも必要だと思うんですよ。まあある意味ね、潔いってことですかね。どうせいつかなくなるだろうと思うわけですよ、何もかも。ずっと未来永劫自分のものってことはないです。執着はないですね、そういう時に。それが1日でなくなるのか、10日でなくなるのか、30年自分の近くにあるのか、その違いはありますけども、それは自分で決めれない部分と決めれない部分があるんですよね。必然であり偶然って言葉がありますけども、世の中では偶然ってものも必ず起きるんですよ。要するに偶然こそ必然なんですよね。まあそういった哲学的なことを今日は申し上げて、動画の方終了させていただこうかと思います。それではですね、例のやつに参加されている方はこの後動画の方をね、昨日のメルマガの動画とかご覧いただくのと、あと私が先ほどお話したジミンさんに関しましては、こういう動画なんですよと、こういう動画の表現してる人ですよと、アメシャの表現をね、すごくね、渋いんですよ、この方は。本当にこの方はね、かっこいい、私のね、求める50代を過ごしている人なんですよね。いや、魅力的な人っていうのは、いるもんだなと。スマップでもないですし、その石原軍団でもないですしね、古いですけども。そういう銀幕の向こうにいる人ではなくて、YouTube の向こうにいる、いわばね、普通の人の中の素晴らしい人、これが私の人生をかけて出会いたい人の連続なのかなと思っています。思えば芸能人にはなかなか会わないんですけども、普通の人でね、素晴らしい人にはたくさん出会ってきました。本当にありがたいことだと思います。それではね、ジミーさんの動画もこの動画の後に合わせてご覧いただけたら幸いでございます。速稼塾の更新情報を見られている方はこの動画の後に URL をつけておきますので、この動画説明欄の中にもつけておきますのでね、ぜひご覧ください。ジミーさんのカーライフ、特に今回ね、私に向けて、いただいたメッセージを動画で貼り付けておきます。よろしくお願いします。それでは失礼します。